覧が2000を超えました。早いね、やはりね。誠呼ぼうよ、誠さんって言いなさい一応で、これ言ったら怒られるかなってスタジオの人に言ったら、いや多分喜ばれますっていうすごい真面目な回答があったんで言いました。はい、ということで今日はゲストいません。で、他の放送ね、最近寝る間も惜しんで、まあ見てるんやけど、あれだね、ホストばっかりだからさ、なんか面白くないじゃん全然。で、多分きっとホストを知らない人がもういると思うからね、今日は俺ホスト嫌いだし店が嫌いだからねはい、呼びました。それではどうぞはい、どうぞシュールシュールに入ってくる。はい、今日はですね、ゲストはね、ホストじゃないんですよ。ホストばかりも飽きたし、みんなね、大体この放送見てるやつはホストなんて最低が口癖のやつで大体そういうやつみんな好きやからね、ホストのこと。ということで、メロの幼馴染をね、今日呼びました。店にとって何のプラスもない放送ですはい、名前出さないように名前は絶対出さないようにね、うん、そう、一応なんかホストっぽい感じで来てよって言ったら、こんな安いローマンズのやつをつけてきたっぽいからね。はい、だから別に何もないよ今日は。暴露話とかもないし、そもそもさ、ホストを知らない人にさ、うん、暴露話しておもろくないよね。まあでもこれがね、みんなホストって思ってるわけでしょ。あ、そっか、これそうなのこの目尻のアイライン4本ぐらいのやつが、だいたいこれがホストの象徴みたいな。そうやね、まあ、歌舞伎の真ん中って言われてるから俺、うん、うん、メロンはホストなの。うん、そうだね、この人すごい積極的だねめっちゃコメントしてる。あ、ちなみに今日ね、コメントしてくれる人、固定版つけていただいたらね、名前呼ぶから。うん、その前に今日ですね、あ、しかも前回の放送の時にあれやったんや、節分やったんやけど、今日はまあバレンタインデーの目前ということで、今日7時にね出勤して、まあ締めの猫来て、枝が1人来たんですけど、枝っていうのはまあ友達が来て、なんかおめでとうって言われたんで、とりあえずチョコ食わねえんでね、そういう感じです。でもあれじゃない、これ見てる人はさ、うん、まあ、メロ好きな人、方言でいいよ別にこれ幼馴染っていう感じやけん、感じやけんいや、まあメロ好きな、メロジャンさんのこと好きな人が見てるわけでしょうよ、うん、見てるわけです見るわけやろ。そうそうそう、一応そうじゃない、ね、とね、メロがね、うん、好きな人を、うん、そう、そう、だからもう俺が多分歌舞伎町で一番メロのことをね知ってると思う。いや、知ってるやろうね、うん、うん、そう、俺がマイナス給料100万の時も知ってるし。それは知らん、知らんか、それは知らん言ってね、それまで言ってないけど、うん、そうだね。あ、とりあえずお茶、あ、2つある、2つもあるから、こっち酒入ってるかも。あ、いい、いや、いや、最近ね、俺なんか勝負っていうのにこだわってないなと思って。なんかと言いますと、と言いますとね、なんかまあホストってまあ勝負の世界なわけで、うん、勝負してないなと思って、うん、でもね、これ全然おもんないよこの話まあ昔からそうだね、昔からそうなんやけど、昔からそうだ、ね、そうなんよ、うん、この間もまあ累計ね7時間ぐらい喋ったね。すごいよね、うん、7時間男2人で別に酒もなくテレビもつけず、うん、エアコン切ってね、エアコン切って寒いながら7時間喋ったからね、うん、そこで出てきたのがやっぱり前回の放送でも言った、うん、リタロウちゃんね。ああ言ったね、言ってたね、言ってた言ったねって言えば言ったね、うん、言った、うん、そう、リタロウちゃんからまた LINE 来たんよ。お、
言ってたなメロタンみたいな、あ嬉しいって、あやっぱ見てたみたいな、見てた、なんかその YouTube で上がったやつを見てた、あそう、あ嬉しいって言われたけど、で今日も歌舞伎町にねおるらしいんやけど、結局俺に名前を出されて嬉しがって店来ないっていう、あーなるほどね、クソみたいなやつクソで、リタロはとりあえずもう終わったんよ、俺の中で終わって、こけし、あーシーコケね、シーコケ、最近、昨日初指名で俺のとこに来た女の子がいて、こけしちゃんっていうね、その子も同じ長崎出身で可愛いよ、それがまた、おお。この前バーに一緒に行ったんだけど、おーおーおー、行ったやん、この前ね、あーシーコケ可愛かったね、シーコケ俺もシーコケって言ってないのよ、このシーコケで撮るからでもこれもう通そう、そうそう、シーコケちゃん、シーコケマジいいやつ、いいやつ、喋ってないけど、うん、1日あたりの単価3万円やけどめっちゃいいやつ、今日もね来とるんやけど、あ、嘘、今店におるんやけど、あ、嘘つけよ、さっき俺もすれ違ったけどいや、完全にもうテレビっ子になったのよ、一瞬いや、ほんとクソやから、このテレビ、ねえ、うん、すごいね、でも、あれだね、俺、その予習してきたわけやん、あ前回の放送ね、前回のやつを、うん、あのジャイアントコーン、ジャイアントコーン買ってきての人、あーはいはい、誰あれ、なんか店のにいた女の子、いやいや、なんでそんなジャイアントコーン押しないやろみたいな、違う、なんかジャイアントコーンの付け足しであるよ、あ、そうなの、その初回で来た時とか、指名の時に付け足しがいや、もううちで居酒屋で見るやから、チャーム的なね、本当に、いやよくタックス読んでも取れんなと思って、NG コメントいや、いいね、しかも多分 NG コメントはね、メロ今日髪ピンクじゃねとか言ったか、が、たつき支配人って言ったんだよいや、前回ね、たつきくんがね、もう辞めたんやけど、店飛んだんやけど、うん、支配人って言ったやつが言ってそれ言うなよ、みたいな、俺でもね、幹部補佐ぐらいで言ってんのにね、それ NG コメントですね、うん、一応スタジオ側に、支配人と昇格国語はダメって言ってるから、あ多分ちゃんとしてくれたんだと思う、あ、そうです、あの、助け券飛びました、そうです、全、あ、ナンバー発表しようか、ナンバー発表、ナンバー先月の1位スーパースタートキ、はい、はーい、ナンバー2ゆうのすけ官房さ、はい、で、ナンバー3がたつき役職なし、たつき役職なしのしナンバー3、はい、はい、で、なんとこのナイトチューブメインパーソナリティを務める菜の花メロ、なんとナンバー外でございます、よいしょ、すごいよね、難しいよね、逆に逆に、うん、逆に難しい、そのさ、例えばテレビのさ、ゴールデンのメイン司会者がなんていうの、吉本のなんていうの教育実習生みたいなもんやろ、ね、ね、え、なんかすごいよ、逆に、いや、ギャンブラーよね、うん、ギャンブラー、俺らはなんか結構ね、うん、好きやけどさね、大好き、ギャンブルマジ好きなんよなんかさ、ホストとか、いや、ホストじゃなくてもその初めて会った男性とかに多分女の子はさ、え、ギャンブルするのとか多分聞くと思うよ、趣味は何みたいな、で、俺ギャンブルめっちゃ好きなんだけどって言われたらちょっと嫌じゃん、なんかさ休みの日に一緒にね、キティちゃんのスウェットでパチンコに行くような、あんなカップルがいるからね、世界の平和が守られんの絶対変わらんね、昔からね、昔から変わんない、そのリアクションやっぱもう癖やろうね、多分メロもナンバー入ってほしいわ、お前の願望だけじゃ入れねえんだよバカ野郎で俺が言うとさ、売れてないからただの悪口になっちゃうんだよ、だからリスナーにこのブスがって言っても本気で言ってるみたいになるから、うん、まあそっか、でもそうやね、いや地元の人に見てほしいね、お前らまだ一緒つるんでたの、ああそうやね、で見てんじゃね、誰か長崎の佐世保の人、佐世保の人見るわけないか嫌いやしね、多分俺らのことね、うん、ま大抵ね、大抵大体嫌いやろ、うん、大体嫌いやろな、だって長崎のやつがホストやってもまあこんな感じやから来なくていいよ、それあ、ちなみにですね、今スーパースターにメロの
指名で来てる女の子がどうやら、シャンパンコールが終わったみたいですね。俺がいない時にボロ儲けですやん、うん、やったね。嬉しくなさそう。いや、いらないです。ボロ儲けですよ。はい、すごいね。今日何もテーマは決めてないからね、別に特に。さっき呼ばれたしね、うん、さっき電話して、さっきドンみたいな、うん、5分黙る、うん、黙ってみるとどうです。我慢できん、我慢できん。7時間喋るって時も我慢できる。我慢できる。イケメンやねん。っていうか久しぶりの眉毛、あのマスカラのねえ、いやちょっとホストっぽい感じで来てよって言ったらまあこれぐらいやけど、あの一昨日ぐらいにあのアディダスのパーカーではこれでしかもさ、俺にホストっぽい感じで来てって言われても分からないよね。俺はだからもうこれでピンクにせないといけない、うん、ピンクにしないといけないのかなみたいな。いや、標準語下手くそすぎるよ。でもとりあえずその7時間この前喋りまして、喋ったね。大体ね、なんか仕事したくないの話と金欲しいの話と、ね、キャバ嬢教えてような話しかしない。あとブレイブフロンティア、あ結局登録できず。そう、みんなやってる？ブレイブフロンティア。あの俺モンハンしながらね、そのブレフロっていうゲームをずっと勧められてて、2つもゲームできないからちょっとモンハン終わってからやるわってずっと2時間ぐらいずっと言われてて、しょうがねえなと思って、もうインストールしてやれと思ってインストールをね、こう携帯でしたわけよ。どうせ課金することはもう分かってるけど、まあいっかと思って、でインストールしますか、イエスノーの画面になる前に、あのお使いの端末は対応しておりませんでって、ね、これ4年前のスマホなんよこれ、ガラケーみたいなもんでこいつ。そうなんで、携帯変えればね。でも最近キャバクラ行ってなくない俺ら。やばいよね、行ってないね。うん、行ってないね。行ってないわ、ジュノーね。はい、でなんかさ、やっぱね、ね、いや女の子の立場で指名してるホストがキャバクラ好きだよってなったらなんか嫌やん。なんか俺が女やったら、たらね、私の使ったお金をキャバクラの女の子に使うのかみたいな、うーん、ちょっと嫌じゃん。嫌使うよ、うん、使う、言ってないなと思って。行った方がいいよ。いや昨日もその女の子から LINE が来て、雪やばかったねみたいな、ほんと新人ホストみたいな LINE が来て、ほんと行きたいわと思ったんやけど、髪の毛がピンクすぎるから、とりあえずまあね、女の子も多分ちょっと嫌じゃない、俺が行ってさ、なんかこんな感じでさ、おいみたいな。髪の毛ピンクなくせにね、シャンパン何色がいいかみたいな。ポンパドールにしなみたいな。ね、最近俺の担当も二十歳になりまして、パワーやるとか言ってたのね。ああ、一緒に頑張って、バースデーで、ね、そうそう、売り線に行こうと、売り線に行こうって言おうと思ってたんやけど、なかなか最近行ってないからね、やばいよ。え、どう、いや多分男も見てるからキャバクラ行くよね、普通に。なんかさ、嫌じゃない、そうやって言われるの嫌じゃないというか、嫌だ、嫌だ。嫌だ、絶対に嫌なんだけど、そうやって言われるの嫌だ、絶対嫌だ。あと何喋ったっけ、あと、いやでも昔話がね、うん、あの頃昔の女みたいな、線路に金管置いて線路に金管置いて怒られたな、小学2年生の時に線路に金管置いて怒られた話。そっか、飲むね。なんか、いや戻ったらさ、めんどくせえ客がいるから。ちょっと酔ってないと無理だ。昔からよく飲むよね。結構俺は飲むね。いや、なんかさ、こう家では飲まないみたいな言ってる、売れてる人いるから。あ、そうだ、そう、そのあれよ、なんかね、その数々の名のある
売れてるホスト。名のある。名のあるじゃない。名のあるよ。名の花みたいに言わないで。そう、名のあるホストが、こう、最初に、わかんないと思うけど、50万売るの。賞金50万。メニューに書いてある料金の、賞金50万円を売るのに、いくらかかったかみたいな。話を結構してらっしゃって、冬月とか、あの辺が。やってて、え、なんか俺3ヶ月かかったみたいな、うん、で、俺全然1年みたいな、うん、って言ってたんよ、うん、で、まあ自慢じゃないですけど、メロさんね、ホスト始めて2週間で125万円ぐらいだったんですよ、賞金が。すごいね。で、その、俺も初めてやから、それがすごいのかすごくないのか分かんなくて、そのナイキンさんとかが、うん、やめろすごいよみたいな、うん、それすごいことなんだよって言われて、あ、そうなんだぐらいの感じでね、思ってて。で、他に聞けないじゃん、うん、同業さんとかに聞けないから、うん、で、その放送見てて、え、ってことは俺めっちゃすごいんじゃねって思って、すごいよ最近、ここ去年ぐらいから思い始めてて、うん、CM 行こうか。うん、CM。まあ、そうやね。コロテロリッタ。レッドブルを超える大人気ポピュラードリンク、二日酔いがなくなる。お酒が1杯しか飲めない人が5杯は飲める。30分でアルコールチェッカーがなんと 30% 激変。そうっすね、毎日やっぱ飲みますよね、はい、30%、 はい、嘘でしょ、飲んでみろと。あ、飲みやすい感じですね。嘘でしょ。いやー、すごい、え、びっくりした。用あり、用なしだけど用あり。これ、あの、会社ごと買うわ。今までのものとは次元が違います。ぜひ一度お試しください。あるよ。やるか、おい。あるよ。はい。ある、あるよ。例えばこの二人の暴露話、これ素人やからできることやからね。俺、おたつの暴露はすごいよ。うん。あ、俺もあるわ。お、一個いい、一個いい、うん、おたつはね、あの、朝起きたら、うん、あの、2メートルぐらいある窓のカーテンをこう開けて、うん、東新宿だ。確かに。開けてね。俺もある、うん、開けて、あ、開けてバスローブをこう、うん、こうやって、あー、こうやってね、白、いやね、それがね、バリア色、バリア色茶色みたいな、茶色、うん、したらね、あの、あれよ、イロハスいつも飲みよるやん、うん、イロハスこう、一口だけ飲んで、あとは観葉植物にこう、注ぐ人。おー、
おたつめっちゃ爆裂今されましたけど。俺もある。俺もある。前の店でね、おたつと一緒だった時に、ヘルプで俺がついてて、おたつ、まあ忙しい人だからあんまり宅にね、つかなくて、で俺ヘルプの女の子とこうやってなんか結構仲いい感じで、ね、おたつ来ないじゃん、おい、みたいな。来ないぞ、おたつみたいなこと言ってて、なんか。その勢いで、おたつのお客さんと、チューしました。いや、本当に。いや、暴露話ってか、俺ただ自分の暴露してるだけやん。あ、あとこの前俺バリアン行ったら東条誠さんのライター拾ったよ。ついに。いいな。拾った。ついに繋がった。いや、なんかバリアンっていう、まあみんな知ってるラブホテルなんだけど、バリアンのこう、ライターがね、あるじゃん。あるんだけど、まあホテルに行ったらホテルのライターってあるじゃん。ホストクラブのライターがあったりとか。そこで、まあライターなかったから、普通にライター取ろうと思ってカチッてつけたら、なんか柔らかいなと思って、いつもより。柔らかいなと思ったら、なんか漢字が書いてあって、最近バリアンって漢字になったのって思って、なんか当て字よろしくみたいな感じになったのかなと思ったら、で、東条誠って書いてあったから、東条誠さんはバリアン買い取ったんだと思って、なんかほら、買い取るみたいなことを言ってたから、昔、あ、バリアン買い取ったんだと思って、だとすればスコールに行ってもハンバーグ屋さんに行ってもね、東条誠さんのハンバーグは出てくるのかなとか言うね。カエルフェチやったりね。これ本当だとしてもあれやつか、嘘だとしてもね、あれだよね。怒んないですかこれ、東条さん。これ怒んないですか。怒んない。柄一緒じゃね。柄一緒じゃないわ、多分この距離で見たらちょっと一緒やけど、これ牛柄やけど、これはあれやから、ね、ごめんね、ごっちゃおう。はい、たつき支配人の本名は阿部達也でございます。はい、で、今かけ漏れた女の子と今裁判中です。いや、でもその裁判を、その裁判を取り持ってる業者さんが最近懲役5年を食らいました。はい、刺したね、だいぶ刺したよね。殺人ミスしちゃって。殺人ミスったね。レイン君戻ってこい、おい。知ってる人は知ってるかもしれない。捕まってんじゃねえよ。1月ちょい過ぎぐらいの、ね、全国ネットでニュースになりまして、うん、YouTube で検索したら出てくる、うん、DJ 殺人未遂。殺人未遂しちゃね、未遂だよ、よかったよね、逆にね。うん、でもこれを言うと完全にもう東条のお話がおもんなかったみたいになったね。あ、やばいね。うん、いや、まあ、まあ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 そういう感じで。でもこれでさ、仲良くなれたらいいよね、ホストさんと一緒に。なんか俺は自分でなんか自分がホストっていうのをまだ実感してないから、ホストの人の見たらなんかちょっと緊張するんだけど。ホスト怖いよね、なんか、うん、俺一般怖い、一般視野から見ると、うん、こう、うわってなる。そうやな。確かにそれ、うわ本当に思ってんだね。いやいや、うわってなるよ、本当に。いや、なるんやろうね。髪の毛がね、うん、すごいやん。そうね。だから大体ナンパされるの外人。あ、ピンクやし、ね、外人か巣鴨出身のおばあちゃんしかいない。前回のやつだろ、前回のやつ。本当に動画あった。おお、あるよ。本当にある。東条さんに挨拶しときなよ。なんで。だから言ってたじゃん今。でもよくない、本人もさ、放送中じゃないのにその名前が出てくるっていう。うん、うん、多分彼はそういうことを言ったら、きっとね、放送とかで、いや、クソ売れてないやつが俺の名前出しやがって、マジムカつくから金持って集合しろよとか多分言うと思うけど、多分実際はありがとうございますって思ってるよね。絶対にねえ。そうだよ、あと、ね、絶対人いい人だと思うから、きっと。やっぱ売れててさ、そういうことを言う人って絶対いい人なんだよ。いい人やね、絶対いい人やね。うん、だからなんかね、俺とかが例えばこう、なんだろう、横着な、うん、いい人やもんね、だって。いや、違う、だからいい、横着なことを言うと、今日もノート持ってきたもんね。今日はノート持ってきてないじゃん。忘れたんだよ、今日は。実はいいやつやもん、ね。そう、しかも今日ね、おたついいやつやろ。おたつ出る予定なかったんだけど、ちょっと昨日枝を振ってもらったから、まあそれでこの辺でね、それがそうです。
こけしちゃんでございます。あー、そっか、シーコケね。いや、こけしちゃんで、なんかね、一緒に飲んだ時に黒タイツを、なんか網タイツみたいに破って、あー、すごいクラッシュしとったね。そう、喜ぶ女の子なの。で、やっちゃおうかなと思ったんだけど、本当にやろうかなと思ったんだけど、なんか記憶ないかもしれないって言われたからやんなかった。とりあえず、いや、俺だってやりたい時あるじゃん。アフター断られんだよ、お客さんに。そんなことある？喋らないなら帰ってもらっていいですか？俺か、俺だけが喋るんでやったら別に俺だけでいいよね。断られる？断られる。原因は？いや、ちゃんと言うね。過剰書きみたいな話だけど、なんか多分目立つからじゃない、やっぱり。え、でもホストやったらさ、目立つ人指名してた方が良くない？まあまあ、なんかだって地味な人。でもこの前、外一緒に歩きたくないっすね。あー、一緒に歩きたくない。そうそうそう、俺もちょっと今日思ったかも。だけん、俺も今日外で待ち合わせしてる時に、ちょっと恥ずかしいけんっすね。恥ずかしいけんっすね。早く来てやし、このコアラのマーチを持ってるから早く来てくださいよ。そこじゃないやろ、そこじゃないやろ、ここやろ。こ, これ、これついてるからさ。あとない？暴露話ない？暴露話、いや、いっぱいあるけどね。俺あとバレンタインデーは、女の子と一緒に、もう1分前、1泊2日で旅行行きます。昨日なんか飾りボトルを入れてもらったから、私と、なんだろう、旅行っていうかお泊まりしてよって言われたんで、はいって言いました。じゃあそれ、俺が今日それより高いやつ入れたら俺がそれ予定もらっていい？いいよ、もらっていいよ、いいよ、じゃあ数歳後、数歳後、いいよ、ブーブーホワイトでいいよ。急切りで、急切り、急切りでもいい。9000円切り。とりあえず、あ、次回予告、おも長幅広、次回予告です。とりあえず東條さん、東條さんでした。LINE してこいや。まあ、好きなんです、すごく。あと次回予告は、オーナー、オーナーの陣出ます、多分。なんかあいつ最近売れないから、ちょっと宣伝したよって俺に敬語使ってきたから、ジン出まーす、来週ジン出まーす。歌いる感覚に投げかけるすべもなく、黙り込んだことにすがる、何回目の錯覚だ、笑っていたろう先まで、大根だかも番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。君がいる世界を